はいどうもカッパ園長ですじゃあ今日はね、えー、最後はね、えー、久しぶりのこのひとし松本さんのお話ですけどもなんかこれどうなるんですかねなんかこのあもう松本さんと、えー、吉本吉本興業何だろうこのお笑い界隈、ねええー、もうとどめを刺しに行くぞっつって行きまいていた人たちはどうなんですか本当にとどめ刺しに行けるんですかなんか雲行きは怪しくなってないですかそうそうあとなんか まあ僕は、僕のた、なんだろうな、このなんか、まあ、受け取り方は人それぞれなんで、別にそう思うならそう思うで結構なんですけども、ただね、あのー、例えばこの僕がこのチャンネル動画ね、ね、うんえー、公開して、じゃあ、この松本さんの件に関しては、僕はもう、あの松本さんが黒なのか白なのか、そこでは見てないんですよね。うんね えー、正直、なんかだって、ドイツもこれだってそういう界隈なんだから言ってしまえばもう全員黒なわけでしょ。ね、この黒の度合いが違うつうだけで、ね。アウトはだって全員アウトじゃないですか。ね、本人たねこの芸人さんたちもそうだし、この事務所がそもそもそうだし、ね、この会話がそもそもそういう輩たちの巣窟じゃん。男も女もね。うん、だからその取り巻きの連中とか、ね、その関わっている人間も含めて全部、だからジャニーの時と一緒ですよ。 うんね、みんな見てみぬふりしてたんじゃん。知ってたわけじゃん。ね、あるいはなんかおこぼれっていうかさ、ね、なんかそういうこの、ね、事務所の人間とは全然関係ない局の人間とかさ、ねなんか、なんか一緒になってやってたやつもいたわけでしょ。ね、NHK にもいたらしいじゃん。ね、だって分かっててだって専用部屋を提供、専用フロアみたいな。 そんなのまで提供していたっていうんだからもうその界隈がもうぜ全てがそういう輩の巣窟って言っていいわけじゃん。ねじゃあここだって結局一緒じゃん。うん。まあ僕はそう見てるんですよ、ね。そうじゃないっていう人は別にそうじゃないでいいんですけども。うん。ねだからね、僕はなんか別にきっかけはこのジャニーの時でもいいし、ね、ここでもいいんですけども、ね、この界隈を、だって半日売国勢の一つのね、かなりでかい山だっていうのはもうみんな分かってるわけでしょ。 ねうん、日本にいちゃいけないやつらを一掃するいいチャンスにできるんだったら、ね、とことんやってもらいたいから、ね、さっさと訴訟沙汰、ね、法廷闘争、うん、今度は法廷で会うわよって、ね、バチバチにやりあって、うん、いやどん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 芋づる式に上げてってもらいそれができるんだったらやってくれよって言ってるんですから最初から、ね、えこれで一掃してこのきれいに掃除することができればさねえ 結構一部界隈とはいえ、ね、風通し良くなっていいのかなって、普通にす、普通に思うんで、うん。ね、反日売国勢のこの日本国内のこの掃除をしようなんていうのは、別に昨日今日言い出したことじゃないんで、もうずっと言ってることですから、うん。で、ね、ここも一つそうじゃないですか。ね、テレビや界隈、ね、日本犯罪者協会もそうですよね、ね、芸能界、うん、コメンテーターとかさ、ワイドショーとか、もうことごとくじゃん、うん。 もう一掃したいんですよ、で,できるならやれよって言ってるんですよ、で、結局、今どういう状況でしたっけ、まあ、なんか一応、マスコミの発表する限りでは、なんかこの、もうなんか松本人志強姦みたいな、ね、性加害疑惑、ああ、メディアは一応、そこ止まりか、これ、海外メディアもなんか続々報道しているぞっていうふうに言ってますよね。 であと、なんかこのジャニソードの時と同じ構図っていう風に言ってるんですけど、スポンサー離れが加速か加速かって言ってましたけど、確かになんか AC 目立ってましたけどね。うん、なんとなくテレビつけると。うん、ただ今日、ね、ダウンタウンさん、松本さんも普通に出てましたけど、まあ収録、生放送じゃないと思いますけど、ね、でもほら、局によってはもう使わない、使えないって言って、この報道しないって決めたところもあれば、あれ、どこだっけ 今日見たの多分日テレかな日テレ違ったらごめんなさいね。多分ダウンタウンデラックスかなんかの、ね、なんか浜田さんと一緒に2人でダウンタウンで出てる、えー、番組の正月特番、うん、なんか普通にやってましたけども。だからまあスポンサー離れが加速しているのか、だからまあ結局その法的に、ね、吊るすところまではいけないんだけれども、いやこのテレビはだからあれですかね新、新助さんパターンに追い込もうとしてるのかな。 テレビや界わいじゃあもうね、あのー、稼げないように、うんまあ、だから社会的に抹殺みたいな、そういう、そこ狙いってことそんななの逮捕とか、粛清とか、殲滅とか、そこまでやらねえのたぶんやれないんじゃないですか。うんね、え多分まあ 結局、なんだろう、この海外メディアが報じてとか、何とか国連の方から云々とか、ね、うんぬんとか、外圧でしか変われない、うん、しかもなんか中途半端で、ね、一掃するとこまではようやれないわけだ。はあ、なんだ、結局この国のメディアとこの企業って、ね、このよその海外に言われてビビり始める、チキン野郎ばっかりか、うん、大したことねえな、これ逆襲食らうんじゃねえの ぐだぐだやってるうちにあれ次の文春法っていつだっけな10日ぐらいだったっけ、ね、その前になんかこの松本さんとこの吉本に、ね、そうだから今のところこの、あのー、なんだっけ、えーね、そもそもなんかこの国連の方から来ましたとかってなんかそんなもんさ、ねうん、海外勢なんてはなから関係ねえじゃねえかと思いますけどね、うんでまあ、状況をね 状況ですけど、この証拠ゼロでしょ、結局さ、ねうん、だからもう強制性交みたいな、ないわけじゃん、うん。で、結局、この自傷被害者、ね自傷被害者面のこのなんか姉ちゃんの、ねうん、頼んだだけでしょ、結局、うん、で、その証拠に、だって刑事告訴なかったわけじゃん、当時、8年前だっけ、うん。 で、民事はだから刑事も民事もないわけだよね。なんで、ね、自称じゃなくて本当だったらやれよ。うん。って思いますけどね。うん。まあ、その海外側っていうのは、この海外、欧米とかだとこの大物、アメリカとかかな、ね、このなんか10年とか数十年前のこのなんかハラスメントみたいなのも結構逮捕されたりもしましたからね。だからそういうところに、なんかこの、なんかある意味、この、 被害者面の会みたいな連中がさ、ね、この活路を見出そうとしてんのかな。うん、まあ正直、あれじゃないの、うん、事実だとしても、なんか二毛作するやつは、なんかこの、なんかきついわって思いますけど、ただこれ、草津の件なんかと同じあれだったらさ、文春とかだとそれに続いてこの放送したとこ、ね、逆に潰されんじゃねえのうん こういう件ってさ、しきりにこの海外、ね、この国連とかさなんかそれ人権とか,なんかそういうところにこの訴えようと拡散しようと必死にこのあがく層が必ずいるよね。うんまあ、正直、今回のあっちでも大して興味がないような気がするんですけどね。うん、だって、この手の話題なんてもうむしろ欧米の方が本場じゃん。めちゃめちゃいっぱいあるじゃん。うん まあ正直、現状どっちが勝つか分かんないし、どっちが勝っても負けても僕にとっちゃどうでもいい話なんですけども、裁判次第じゃないですか、出るとこ出て早く白黒決着つけろよ、もしもね、じゃあ、だって今のところそのあの法廷闘争っていうかさ、法的措置、それ言及してんのって、吉本が松本さん側だったよね、ん,ん他は 当事者はどうしたもう片方の当事者たちはどうしたよ。なんでやんねえの証拠がねえのか。もしもこれ、松本さんが、吉本側が勝ったら、ねうん、ね文春はもちろんだけど、ね他のこのクソメディアでもやばくねうんスポンサーが離れた分の賠償請求とかってできるんかなまあ、どっちに転ぶのか知らないですけど、だから文春も伝聞じゃなくて証拠出せよ、そろそろ。次出てくんのかな 松本さんのこのタレントの規模もそうだしね吉本丸ごとでしょうんなんかもう自称被害者のこのクソ女の証言だけでどうにかできると思ってんのか本気でそんなのが何人揃ったって無理だと思うぞなんか証拠出してこいよ証拠、うんないのかよね松本さんがアウトならアウトでいいんですよでそこからガーッともう一気に一掃できればさ、ね、その方がなんか綺麗さっぱりでいいんですけど なんかどうもそういうわけにならなさそうじゃんうん他のなんかこの手のなんかこういう芸能人とかってなんかそういうスキャンダルの時ってどういう動きがあれかなまあ過去の話と比べても意味ないしななんかセンテンススプリングみたいな時って LINE だっけ ラインがあっったんだっけな、うん、確か、文春第2弾、やっぱ10日か、10日だけど、他のメディアも動くだろうから、まあ、正月休み明け、ね、今日明日ぐらいから、なんか動きあるのかあるかな、ちょっと楽しみなんですけどね、うん、なんかこの被害者ビジネスとかさ、あっちの方が僕はなんかもう立ち悪いなっていう風に、そういう風に見てるんで、ね、うんまあ、もう一個のチャンネルの方の、ある意味職業病なのかもしれないですけどね。うん えそういうい被害者面多いじゃんなんかね売りも売りも売りもってねなんか証拠もねえのにこの輸すってたかり続けるやからねいつの間にか日本国内にもなんか増えてる気がするんですよねうんだからあれだねこのどうしても松本さんがあってね、うん、吊るしたいっていう人は、まあ、せめてなんかほら個人レベルでもさなんかスポンサー講義でもしとけばいいんじゃないの どうしてまだなんかスポンサリング続けてるんですかってね成果外認めるってことでいいんですかそういう企業体質ってことでいいんですかって一生懸命電話でもしとけよでもなんかもうスポンサー講義でも古いと思うけどだからさっきも言ったなんかこのねみっともしょっぱくせい方法なんですけど海外に広める国連だよ国連ね人権団体とかさそっちの方なんなか拡散する、うん、そっちの方がなんかまだ効果があるかもしれないよ、うん 何せよ事実ならまず刑事告訴とかした方がいいんじゃねえのうん。じゃないと説得力も何もねえじゃんかよ。うん。言ったもん勝ちじゃん、ただの。うん。って思いますけど。うん。でもこういう言い方すると、ねなんだかっぱ松本犯罪者用語かよって言ってくるんでしょ <laughs> まあそう受け取りなきゃ勝手に受け取ればいいんですけど ね、それはそれで別にいいんですけど、ね、ただその考え、ね、僕は別にそういう考えでもなんでもない、ね、一掃したい、ねうん、できるもんならやってもらいたい、でもできねえじゃんっていう話なんで、ね、それよりも、ね、被害者面しているようなやからが、ジャニーの時もそうですけども、ね、気持ち悪いなっていう、そ,そっち側ですよね、うん、むしろた、うん、叩きのめしてやりたいのは、始末つけてやりたいのは、ね、そうじゃねえんだったら、とっとと刑事告訴しろよっていう話ですよね。うん DJ 嘘ソだんときもそうじゃないですか。ね。うん。なんかよくわかんない茶番でおしまいだったじゃん。ノー,ノーとなんか飯食いに来て。なんだおめえって話じゃん。うんだ。なんだおめえですよ。今頃なんだよって。なんだおめえですよ。うん。どいつもこいつも。っていうのが僕の考えなんですよね。だからその考えをなんか撤回しなさいみたいな。あの、な,なんだっけ。ね。篠原涼子さん。ね。うん。だまあ、このなんかもう松本絶対役。けしからんって。 けしからんなら結構で別にいいんですけども。ね、でもそうじゃないなんか意見の人もいたわけでしょ。ねでそ,のまあ、その一例としてこんなんか篠原さんのこのなんかね発言とか動画なんかを、まあ、この間取り上げたんですけど、まあ、それがなんか妙に勘に触ったのか,なんか分かんないですけど、ねうん、カッパうるせえなんかこう。撤回しろみたいなこと言ってて。<laughs> うるせえよ。<laughs> それこそいらんお世話だよ。うん。かわしいわとしか思わないですね。うん つうかさ、ねこ、うんな、売りも売りもって集まっただけのなんかこのよた話、ねまだもう完全にあの二大詐欺案件のこのね、安婦詐欺と同じだと思いますけど、僕。うん。うんな言ったもん勝ちなもんなん、ねま結局あれじゃないの、何喋ったかなんて、どういうやりとりか変わったなんて、うんな覚えてるわけねえんだからさ、どう考えたって。だからこの後ろで誰か入れ知恵してるやつがいるんだよね。うん。ねなんか人権派不良反日弁護士かなんか知らねえけどさ。 たまごとでしかない証言だけでよくここまで騒げるなって本当、半島民かよって笑ってましたけど、ね、ずっと今でもそれは変わりませんが、うんまあ、もし消える始末なんかそれもなんか犯罪者として始末つけるっていうんじゃなくて、ねうん、芸能界からこの葬り去る、ね、この表舞台から、ね、この退かせるっていう意味での、ねうん、始末で。 うん、消えるとしたら小沢さんだけみたいなそういう可能性はあるかもしれないよねうんね早く次行けよ次、うん、なんでこの告訴とか白黒つけに行かねえんだよお前らの方からだってさ、ね、事実一切何にも明らかになってねえじゃん今んとこ売りも売りも売りもってそうだそうだそうだけしからんけしからんって騒いでるだけじゃん何にも一切明らかになってねえんだろう、うん これで実は白でしたって逆にそれを証明されたらどうするつもりなんだようんもうなんかそっちの方が楽しみだけどね。うん、まあいいや。<laughs> はい。じゃあ10日か。10日前後からあーまた何かね、進展があるかもしれないですよね。ちょっと楽しみですかね。うん